おいで、ヘカテ。これは終わりじゃない。約束だ。終わった。局長、怪我は？ない。もうその名前はいらない。でも、局長がそう呼びたいなら、それでいい。行こう。ナイチンゲール副官が待ってる。信じていました。やはりあなたは自分の力を取り戻しました。何よりあなたはまだ生きています。副官もまだ生きているなんて思わなかった。本当に嬉しいね。一緒にボーダーを鎮圧しよう。局長なら絶対できるよ。コンビクトは2名しか残っていませんか。他は全員逃げてしまったんですね。まあいいでしょう。あなたがいれば十分です。片付けは残りの警備員に任せて、私たちはあの女を追いましょう。この暴動は陽動に過ぎません。彼女の狙いはきっと他にあります。座標は入手しています。局長、こちらです。気をつけてください。敵が来ます。これも彼女が作った化け物です。どうやら目標に近づいてきたようです。まず邪魔者を排除しましょう。この化け物たちの汚染性は高いですが、近づかない限り脅威はありません。迎撃の準備をしてください。私も一緒に戦います。ここはコンビクトの地下実験区域。間に合いましたね。弾丸を無駄にしないで、副官さん。あなたも知ってるでしょ？そんなものでは私を倒せないわ。それとも、あなたはそんなに自分の長官を打ちたいのかしら？あなたはただの偽物です。彼女の生体情報を盗んだとしても、本当の力まではコピーできない。降伏しなさい、擬態のコンビクト。
あの風は確かに厄介だわ。でもこの顔を持っている以上、まだやれることがあるの。生体認証 MBCC 局長、権限読み込み中、通行を許可します。仕事を片付けてから付き合ってあげる。それまでこの子と遊んでて。また時間稼ぎですか。ですが気をつけてください。今回の敵は先ほどまでとは桁違いです。先ほどまでの化け物よりはるかに強いです。局長、気をつけてください。